何が出るかなって、まあタイトルも入れてるんで、もうバレバレなんですけども、金がないのにですね、またまたポチってしまいまして、週刊永遠のゼロ戦プラモデル、2年ほど前に、全20巻、講談社さんからリリースされてたみたいなんですけども、まあ当時はクレスタのエアロ計画を実践中でして、まあプラモデルには取り掛かってなかったんですけども、1巻1234円だったかな、8円だったかな、で全20巻ですからね、2万5000円弱がかかるんですけども、この度ほぼ 70% オフ、樋口一葉さんプラスアルファで、買うことができました。オークションで、即決価格が設定されてたんですが、もう即ポチでした。まあ懐が寒くなるばかりなんですけども、まあちょっと今回嫁たまに前借りしまして、なんとか無事、手に入れることができました。でこの全20巻でですね、ゼロ戦の21型、32型、22型、52型の4機、72分の1スケールで、できるそうです。協力しているのがファインモールド社、我が航空隊としては五式戦闘機、九死短座戦闘機ですか、作ってまして、まあそのディテールの凄さはもう実感しているので、非常にまあ楽しみです。まあ先日タミヤさんの3人型作ったのも、まあここで3人型が作れるっていうのもまああったんですよ。まあもし仮に失敗してもこいつがあるなと思ってたので、で今回このキットには素晴らしいアクセサリーが豊富に、まあこのフィギュアにしてもそうですよね、台南区でしたっけ、坂井三郎さんもいたと、あ、百田先生、永遠のゼロ、本も映画も見させて、読ませていただきました。非常に感動しました。これは随格ですか ?21 型ですね。まあ、この人はちょっと百田さん批判してるんで、スルーします。で、まあ、この、一番最初に作る21型は両翼の折りたたみができる仕様になってるので、これすごい楽しみなんですけども、これはまあ、この映画 A のゼロにも出てきた最後の宮部貞蔵さんの、久蔵さんでしたっけ、宮部久蔵さんの特攻機ですね、あれのデカールもついてるそうなんで、まあ、この21型と最後の52型を暗緑色にしてですね、32型と22型を明灰白色でやろうかなと思ってます。まあ、いっぺんにはできないんですけども、まあ買ってしまったんで、まあ、老後の楽しみにでも置いとけますし、まあ、ぼちぼち、タイミングを見計らって作っていきたいなと思ってます。で、このアクセサリーなんですけども、空母の、まあ、随格になるのか赤城だったのかな、甲板もついてまして、あと陸地用の消火車、救急車両ですね、もう1台ついてて、非常に、まあ、楽しみなんですけども、これコクピットですか、まあ、このファインモールド社さんのディテールっていうのもすごいですからね、このエンジン見てください、このカウル内ですよね。32型のエッチングパーツも、まあ、わざと何個かは残しているので、坂井三郎さんですね。
大空の侍。あ、これ2号に甲板ついてますね。まあこれで、まあ、ジオラマもできるでしょうし、まあフィギュア、今回あの72分の1のフィギュア初めて乗り込むので、まあどうするか、まあ、非常に楽しみです。